なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。プロサッカークラブを作ろう、 RTW ロートゥーワールドかな。はい、今回は日本代表ガチャやっていきたいと思います。これね、はい、無料で引けるんですけど、ピックアップされてる選手が有料ガチャ、日本代表の有料ガチャと一緒で、まず最初が上田選手で、二人目堂安律選手で、個人的にすごく好きな谷口選手で、佐野選手、マイクマ選手と、この5人がピックアップされています。で、それ以外にも、まあ、南野選手だったりとか、田中碧選手なんかが当たるガチャになっています。で、提供割合なんですけど、星5が出る確率が 5% になってます。星4が 40% で、星3が 55% と。で、まあ、星4はね、そんなに欲しい選手はいないので、まあ、星5選手が何体出てくれるのかやっていきたいと思います。じゃ、最初の10連いきます。ねえ、この辺でさっさと星5が出てくれるとすごくありがたいんですけど、はい、最初は星4。はい、次。お、黒いバインダー。で、カウンターの赤文字。あ、でもゴールキーパーだ。いきます。ゴールキーパー星5いなかったかな？確かね。はい。はい、次、何にもない。はい、星3でしょう。はい、次。あ、黒いバインダーだけど何にもない。はい、星4。あ、ディアワラだ。お、センターフォワードの選手です。スナイパーシュート。どうだろう？星4だね。はい、ルイス・アルベルト。あ、これは錬金20丸。スラローマー4。で、スペシャルスラロームドリブルを持っていると。ドリブルの選手。いったかな？いきます！はい！どう？はい、ダメ。ね。星4と。ホルスベリ選手。はい、何にもない。これ星3かな？あ、まずいまずい。何にもない。あ、どうだこれ。決定力20丸。ピンポイントシュート持ち。フィニッシャー。フォワードの選手でしょう。あれ来たんじゃない？いきますね。せーの。はい。どう？ダメ。これほら、グレーだからね。これ赤だったら星5なんですけど、グレーはダメなんですよ。テクニカルマーク。あ、厳しいな、これ。星4。あー、何にもない、何にもない。はい、星3。あー、最初の10連は星5選手引くことができませんでした。こんな感じね。だから星4選手が 1,2,3,4,5,6,7 体と、これはね、かなり良かったんですけど、まあ、星5選手は出ませんでした。はい、じゃあ20連目いきたいと思います。ちょっとね、うるさい中なんですけど、やっていきますね。10連目外したので、確率で言えばここは星5選手が出てもおかしくないと思うんですけど、はい、最初の1人目何にもなし。タンタンタン。ね、星3。はい、次。お！ピンポイントシュートだけ。星4じゃないこれ。はい、星4。レマル。お、何？守衛の統率者。これなんか、いい選手じゃない？いきますね。はい！来い！来た！星 5！ あ、谷口が来たー！フロンターレの時に僕ね、サインもらったんですよ、谷口さんに。それからね、ずっと応援してるんですけど。はい、谷口さん来てくれました。じゃ次！はい、何にもなし。だもう一体来てくれれば、完全に確率超えなので、すごくありがたいんですけど、はい、何もなし。はい、来い来い。はい、何もない。全然ダメになったね。一体出たらね。
かなり高い実力のミッドフィルダーと。誰これ、あ、全然違う、星4だよね。左って誰か日本でいたっけ。あ、ドリブル、スラロームドリブル、これ星4じゃなかったっけ。いきます、はい、来い、あ、来ない来ない。さっき出たよねこれね。はい、あ、何にもない。あー、確率超えはとりあえず今は無理かな。来い、はい、何にも出なくなっちゃったもん。バインダーも緑だし、文字も出ないっていう。はい、まあまあ、とりあえずでも、20連して、星5これで1体と、確率 5% なので、まあまあ、悪くはないんじゃないかなと思います。はい、じゃあまた引いていきたいと思います。いきます。これ当たればもう完全に確率超えという形にはなるんですけど、はい、星3スタート。お、どうだろう、怪我しにくい。中央突破。ピンポイントクロス。はい。はい。あー、ダメ。星4。あ、クーニャ。ね。お、来た、いきなり来た。星5確定です。誰だろう、ポゼッション、聖域。維新の狩人かな、いきます。はい、誰、あ、佐野選手が来てくれました。ディフェンシブミッドフィルダーの選手ね。はい、次。はい、ここ星3。次。はい、何にもない。当たった後ってなんか何にもないパターンが増える気がします。はい、次。お、あ、なくはないんじゃない?センターバック、キラータックル、回復。いきます。はい。赤、あー、違う、星4だ。ジョー・ゴメス。はい、次。これ何にもない。次。はい。うん?維新の攻撃隊長。かっこいいけどね。なくないんじゃない?ダメかな?いきますね。はい。どう?ほら、来た!攻撃隊長。うわあ、鎌田大地、よかったー、いい選手来てくれました。ミッドフィルダーだったらどこでも使えるっていうね。はい、ディフェンシブミッドフィルダー。すごい、今回は、ラストかな、これで。はい、まあ、ラスト外しましたけど、星5選手が2体出てくれました。はい、大当たりと、ね。いう形です。はい、じゃあまた引いてきます。40連目かな?今のところ絶好調と。いうことで、いきます。シャドウ、あ、これはまあちょっと厳しいでしょう。サカツクは、まあ同じキャラが被っても、どんどん強くすることができるので、とにかく星5選手が欲しいという形なんですけど、まあ、実力の高いセンターフォワードだけじゃ星5は無理でしょう。はい。何にもない。星3。どうだろう?フェアプレイ。センターバックの選手でテクニカルマーク。いきます!よいしょ!はい、ダメ。ね。まあ、まだ星4選手だったら、打った時にね、あれなので、キラータックルだけじゃ無理だよね。星 4? 星3だ。タピア。お、キャプテンシー、クロサー、実力の高い、サイドバックの選手、右ね、行きます。はい。どう?全然ダメじゃん。全然ダメじゃん。コールマンじゃん。うわー、バインダーは黒だけど、行きます。まあ、5% だから厳しいっちゃ厳しいんですけど。あ、ドリブル20丸。左のミッドフィールド行きます。サイドの選手ね。ああ、ダメだよね。フォルスベリー。ね。はい。ああ、何にもない。何にもない。はい、星3。次で終わりかな?次の次?これかな?よいしょ。これは星3でしょう。ああ、なんか、
大きな見せ場もなく終わってしまいました。はい、じゃあ行きます。ここはね、当たりそうな気もするんですけど、どうだろう。はい、何もなし。はい、はい、次。あれ、行かない。はい、あー、何もなしね。何もなし、何もなしってくると大体ね、その後暑いんですよ。行くよ。はい、何もなしね。何もなしと。3連続。ニコルソン。ジャマイカの選手だね。次。うわ、すげえ。何もない4連続。どこまで何もないが行くんだろう。はい。中途半端。中途半端に2つ出ちゃったよ。決定力があって、パワフルヘッド。まあ、フォワードの選手だよね、きっとね。星3。バインダー黒だけど、テクニカルシュートのみ、星4かな。星4。あれ、星4今日初じゃない？あれ？あ、これどう？サイドアタック。ロングレンジドリブル。で、攻撃。サイドバック。お、誰だろう？まあ、行こう、行こう、行きます。はい。来た！来ない！来ない！来ないっていうね。どうした？どうした？かなり実力が高いけど、文字が1個。はい。星4。あ、中盤から星4がいっぱい出だしましたけど、いやー、もう黒のバインダーも連打で出てるけど、星4止まりと。ダメかな？もう一発あるよね。うわ、何もない。何もない。はい、星3。はい、もう何もないで始まって、何もないで終わると、ね、いう形でした。サカツクもさ、面白いんだけど、セガさんのアーケード版のゲームやりたいっすよね。あの、ダブシーとか、フッティスタとか、あの、カード系のゲーセンで遊ぶね。またなんかそんなんでやりたいなって、今思ったので言ってみました。はい、今回も星5選手を引くことはできませんでした。はい、じゃあ次の10連やっていきたいと思います。ここは当たるでしょう。できれば堂安が欲しいなということで、はい。あ、なんだこれ。ムービング、まあ、行きます。星4でしょう。はい、次。あ、黒だけど文字が1つ。はい、星4。何にもなし。星3。そろそろ来てほしい。あ、ダメでしょう。テクニカルパスカット。テクニカルパスカットってなんか日本人選手持ってそうだけどね。ハードマーカー3。フェリペ。はい、次。あ、来たんじゃない？コントロールフリー。フリーキックの上手い選手で、大舞台に強い。多分これ堂安でしょう。行きます！はい、堂安。はい、全然違う。ね。ヤヌザイってね。はい。あ、何にもない。星3。あ、出ないかな？はい、何にもない。もう赤いバインダー出て、赤いバインダー来て。赤いバ、お、中央突破。中央突破じゃ弱いんじゃないかな。はい。和比。これラストかな？ラインブレーカー。4。星4。和比。ね。はい、ということで、今回は引くことができませんでした。真っ赤なほっぺの君は僕らの天使。ドメスティックな笑顔がとても優しい。山チャンネルでも見よう僕らの場所で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。